はい、どうも小林隆史です。アメリカではビンジウォッチングっていう言葉があって、これはネットフリックスが、出てきた時に、より言われたんですけど、要するに連続ドラマを一気見する、一気見のことですね。一気見のことをビンジウォッチングって言うんだそうです。で、一時期僕も24とかを一気見するのがすごい流行ってた時もあったんですが、最近なかなかね、連続ドラマを見る、なんか集中力とかモチベーションがなかなか上がんなくて、全然見てなかったんですけど、ちょっと前に興味があった、これはね、アマゾンプライムの方のオリジナルですけども、The Boys っていうね、ドラマ、一気見しました。楽しみにしてたんですけど、結局ね、簡単に言うと、ヒーローもののヒーローたちが、スーパーヒーローがいっぱいいる世界なんですけど、そのスーパーヒーローたちが、実はなんか極悪なんじゃないかっていう。で、裏でひどいことをいっぱいやっていると。で、それに生身の人間の何人かがこう対抗していこうとする話なんですよ。で、だからね、結構ショッキングなね、オープニングで始まってまして。主人公の男の子が彼女とちょっと道端でイチャイチャしてたら、一瞬にしてその彼女が、なんつったんですかね、ぐっちゃぐちゃにされちゃうんです。それはね、スーパーヒーローの中にものすごい、800メートルを0.01秒ぐらいで走るようなスーパーヒーローがいるんですけど、そいつにぶっ飛ばされて、ぐっちゃぐちゃになっちゃうんですね。で、そこからその復讐心が芽生えていくんですけど、なんかね、結構やっぱり、オリジナル、Amazon のオリジナルでやってるだけあって、その、なんて言うんだろう、グロさっていうか、その、ヤバさみたいなのかなりありますね。ツイッターにも書いたんですけど、なんかすげえイチローそっくりのアクアマンみたいな、魚介類と喋れるヒーローみたいなのがいるんですけど、そいつが割と冒頭で、スーパーヒーロー側の主人公みたいな女の子のにいきなりセクハラをしようとするシーンみたいな、セクハラどころじゃないんですけど、があって、で、あっという間に二人きりの会議室に二人きりになったら、あっという間に下を脱いでるっていうのがあるんですけど、そことかもね、結構どぎついですね。なんかもうやってることが。なかなかこれは、もちろんテレビじゃできない、きついことをバンバンやってる。これでもね、結構、それでも原作のアニメっていうか、アメコミがあるらしくて、原作はもっとどぎつい描写もあるらしいです。なんだけど、で、そういうお話なんだけど、なかなかね、面白かったですよ。まだシーズン1の、が全て見終わったところだけど、要は、何なんだろうね、と思ってるのは、その、ヒーローものが最近ヒール扱いされてくる流れみたいなのが、アメリカの映画とかでも結構よくあるなと思うんですけどね。それって何なんですかね。なんかアメリカが超大国であることを降りようとしてるじゃないですか。トランプ政権になってからというもの。もう基地も引っ込めたいとかなっていて、どんどんその世界の警察みたいなことをやめたいなみたいなのもあると。で、今までやってきた、アメリカが今までやってきた、例えばそのベトナム戦争だったり、アフガンだったり、中東だったり、いろんな、工作を含めた、なんていうんですかね、その警察ごっこみたいなものが、ちょっと、やっぱなしなんじゃないのっていう風になり始めてるっていうのもなんか裏の背景としてあるのかもしれないなと思ったりしますね。それは置いといて、あともう一個、これはもう映画なんですけど、ハンガーゲームっていう、映画がありまして、これはね、一本物なんだけど4本作品が連なってて、それで一応一つの話になってるんですよね。だからね、かなり連続ドラマに近い作りになってて、これもね、なかなか面白かったです。こっちはどういう話かっていうと、ハンガーゲームっていうのはね、超二極化した世界なんですよ。超大金持ちの貴族みたいな人間、支配層の人間がいて、で、この世の中に戦争が起こるのは嫌だから、戦争ごっことしての生き残りゲームみたいな、だから殺し合いみたいなのを各エリアから代表者を選んで、で、そいつを無人島みたいなところに送り込んで、殺し合いをさせると。で、それを全員で見て、キャッキャ言ってるっていう、狂った世界なんですけど、
1本目はだからそういうのに選ばれてしまった女の子が、生き残りをかけて戦いながらっていう話なんです。ただこれがだんだん2、3、4って、まあ、タイトルがいろいろあるんですけどになっていくと、そのなんて言うんだろう、この二極化した世界をこう転覆していくようなレジスタンス、革命、レボリューションの話になっていくんですよね。でその中でレボリューション、革命がどうやって起こっていくのかも含めて戦争の話になっていき、政治の話になっていくっていうね、これがなんか段階踏んでこう進んでいくんですよね。この辺のなんていうの展開が、ああうまく最初から4本撮るつもりで作る、多分ね作っている話なんでしょうね。なかなかうまくできてて面白かったです。まあ結構前に公開された映画ですけどね、なんかこれも一気見してみるとなんか楽しみ方がわかる感じの作品でしたよということで、そんな一気見の、最近した一気見の話でございました。じゃあね、バイバイ。